カラカル。カラカル、カラカルカラカルは、食肉目猫かカラカル族に分類される、食肉類。アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルジェリア、アンゴラ、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、インド、ウガンダ、ウズベキスタン、エジプト、エチオピア、エリトリア、オマーン、ガーナ、カザフスタン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、クウェート、ケニア、 コートジボワール、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、ザンビア、ジブチ、シリア、ジンバブエ、スーダン、スワジランド、セネガル、ソマリア、タジキスタン、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、チュニジア、トーゴ、トルクメニスタン、トルコ、ナイジェリア、ナミビア、ニージェール、パキスタン、ブルキナファソ、ベナン、ボツワナ、マラウイ、マリ共和国、 南アフリカ共和国、モーリタニア、モザンビーク、モロッコ、ヨルダン、リビア、デソト、レバノン、西サハラ。体長60から91.5センチメートル。お長二23から31センチメートル。肩高38から50センチメートル。体重8から19キログラム。オスは、メスと比べて大きい。体毛は短く、地色は、赤褐色もしくは、 後輩色で顎、胸、鼻にかけて白色である。稀に黒化した個体が生まれることがある。目から鼻にかけて黒い筋模様が入る。覆面に不明瞭な反転が入ることもある。次回は大きく背面が黒く、先端には4.5センチメートルの長く黒い棒毛がある。この棒毛の役割は不明だが、コミュニケーションの役割を果たすと考えられている。名前はトルコ語で、 黒い耳を意味する、カレクロックに由来する。四肢は長い。甲子は全肢と比べて長く筋肉が発達しており、これにより大きくジャンプすることができる。尾は短い。以前は、大山猫族や猫族に分類されることがあった。2006年に発表された分子系統解析では、アフリカゴールデンキャットと単系統群を形成し、 カラカル族に分類されると考えられている。8アッシュに分ける説がある。以下の分類は m s w 3に、分布は IUCN、SSC キャットスペシャリストグループに従う。3アッシュに分ける説もある。以下の分類、分布は IUCN、SSC キャットスペシャリストグループに従う。サバンナや草原、半砂漠、低木林、丘陵地、 森林など、主に乾燥した地域に生息するが、砂漠には生息しない。また、サハラ砂漠中部やアフリカの赤道直下の森林にも生息しない。標高2500メートルまで、例外的に標高3300メートルまでのエチオピア高原でも見られることがある。地上性だが、巧みな木登りができる。夜行性だが、昼間に活動することもある。 繁殖期を除いて単独で生活する。縄張りを持ち、尿によるマーキングを行う。オスの行動権は、メスの行動権と比べて広い。乾燥した地域では行動権が広くなる傾向がある。食生は、動物食で、鳥類や小型霊洋、月肢類、ノウサギ、ハイラックス、爬虫類などを食べる。羊やヤギ、カキンなどの家畜を襲うこともある。 死肉を漁ることもある。鋭い視覚と聴覚を持ち、3メートルもジャンプして、飛んでいる鳥類を捕らえることができる。自身の体重の2から3倍の獲物を倒すこともできる。獲物を捕らえるときは、5メートル以内の距離まで、忍び寄ってから素早く走り、飛びかかって捕らえる。小型の獲物は首筋に噛みついて仕留め、大型の獲物は喉に噛みついて、窒息死させて止める。ライオンやヒョウ。 ハイエナに捕食されることもある。繁殖期は特に決まってなく、妊娠期間は68から81日。軌道や他の動物が捨てた巣穴などを利用し、1から6頭、通常2から3頭を産む。幼獣は生後10日で海岸し、生後1ヶ月で固形物を食べ始め、生後9から10ヶ月で独立する。イランやインドでは本種を訓練して、 類の狩猟に用いることがあった。アフリカ中部、西部、北部、北東部及びアジアでは、主に生息地の破壊による影響が懸念されている。家畜を襲うため駆除されることもある。アジアやアフリカ北部では、生息数は減少しているが、アフリカ南部では、生息数は安定していると考えられている。アフガニスタンやアルジェリア、イスラエル、イラン、インド、 ウズベキスタン、エジプト、カザフスタン、シリア、タジキスタン、チュニジア、トルクメニスタン、トルコ、パキスタン、モロッコ、ヨルダン、レバノンでは、本種の狩猟が禁止されている。しかし、ナミビアや南アフリカでは、家畜を襲うことで、問題のある動物として扱われ、本種を無制限に殺すことが許可されている。日本では、1981年に、神戸市立王子動物園が、 初めて飼育過繁殖に成功した。また、日本では特定動物に指定されているため、飼育にあたっては都道府県知事、または政霊市の長の許可が必要なる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。